最近好きになったよ。ああ、お法事法事用の、ね、まーちゃん笑ってくれたら喜ぶから。おいこわ。こんにちは。こんにちは。はい、すいません。はい、めちゃめちゃお差し濃いヤンキーの子なんですよ。視聴者の方も笑ってました。笑ってもらえたから僕ら笑うのに、なんか本当に賢いの。僕ら、まあ一応賢い、賢い大学出てますね、はい、インテリとか、はい、教育系とか名乗ってるのか。あ、教育系とか全然違います。僕でも全員理系なんで、まあまあ理系は理系で名乗ってない。インテリに理系も文系も関係ねえんだよ。間違えたと思います。俺らは本当に賢いのか。今日俺がチェックしてるよ。あれじゃないですか。急だったんでチェックしてました。それ、はい、今日は俺を先生と呼べ。先生、まずは服装チェック。服装チェック。この髪の色は、はい、別にいい。ありがとうございます。大丈夫だ。はい、別にいい。はい、すいません、はい、髪の色。ありがとうございます。構わない。自由なよ、タイム自由なよ。自由な行動だから。だから一つ許せない。はい、はい、サイズ合ってねえだろ、この野郎。どうぞ、いかんです。これは指定を超えてます。これは、なんか次やったら定額だから。定額、すいません、お前痩せろよ。けど、お金なくてちょっとサイズを小さいもの買うしかなかったんで。そう、すげえ稼いでんだろ、優秀。まあいい、アクセサリーとかはいいけど、エアポッツだけは禁止だからな。前回めちゃくちゃ前回あんだけつけてたから。前回やばいやつ。とにかく今日は、はい、俺の仲間の肩牛に来た。なるほど、偏差値スパイとかってバカにしやがった。なんだかめっちゃ持ち上げてるんですよ。めっちゃ持ち上げてる。フリップあるの。フリップ、あ、フリップ、あ、ちょっとない。ちょっとね、フリップちょっときます。先生、用意しました。ということで、今日は全部文系の問題だ。文系、文系なんだ。それはちょっとまずいな。終わった。でも我々文系の問題も勉強してきました。そりゃ国立で出てんだから当たり前だろ。受験事情全部復習。公共科7科目やってんだろ。はい、やりました、やりました。まずは国語、だいたい10問ぐらい。10問ぐらい、10問ぐらい。7割取れたら卒業にしてやるよ。7割取れたら卒業。一番間違えたやつは鬼の英単語シャトルラン。英単語シャトルラン。この口調で言う言葉ではない。そのルールは後ほど説明するから。あ、ルールちょっと待って、すごい。まず1問目、漢字問題。漢字問題やばてか、ちょっとヤンキー問題じゃん、しかも。ヤンキーの問題やん。3つ一気にいくから、その後です。あ、じゃあ読み3ついってみよう。いや、ちょっと待って、めっちゃむずいやけど。むずっ。先生、これレベルどれぐらいですか？5分の2だ。5分の2？ 0.4 くらい。まあ、2つ。おそらくは2。わかんねえで、お前らインテリ残ってんのか。いや、大丈夫です。そんなことは使わないもん、無駄。できました。フリップ一斉にオープン。得点、 I love you ぶっちぎり、寝動猛気。 I love you ぶっちぎり、マジ刺激。僕は I love you ぶっちぎり、剣と将来です。ほぉ。1番、全員正解。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。2番、ぶっちぎり、ぶっちぎり、ぶっちぎり。セーフ。おぉー、危ねぇ。初心で許されてる失敗だ。3番、ギリギリセーフ。おぉー、おぉー、どうか。正解は剣と長雷。あ、どうか。待って、そこだけ普通の出てくるかい。そこだけ普通に読むかい。これは剣と長雷でも、従来でも、どちらでもよい。ふぅー、急に先生。一応負けたやつ、失敗したやつが頑張って、頑張って、また戻ってる。うん、おいおい、うわ、どういうこと。でも、先生のような変な人。まさに今日の俺だよ。先生、
かに5年前ぐらい会ったことありますよね、僕。ドキがバカにしやがって。なんだ、MVP。MVP。一番バカにしてない。全然バカにしてないじゃん。むしろ。剣と将来は厳密に言うと間違いだよ。今日は佐々木。ありがとうございます。次は書き問題。書き問題。読みですね。カタカナを漢字にしろ。カタカナは漢字。この先生どこで学んだ。そう、確かに、なんか気持ちいいけど、受けたら限り口いる限り口、いや、むずすぎるやろ、むずすぎるやろ。いや、日本史や、日本史、急に。いや、もう無理だ。7割、下の方が低いし。7割で卒業だろうな。7割。7割で低いかもしれない。反対の共通ですの、足切りがそのぐらいだろう。ちょうど7割です。7割切ったら、切りそう、切りそう。先生、受験業界のことマジめっちゃ知ってんねん。それな、あんま言うなよ。言うなよ、あんま言うなよ。リップオープン。はい、せーの。はい、よろしく。一発かゆき、まあそう、みんなはお前ならずロッと間違えバカはバレだな。おい、俺は問題を何と言った。カタカナしかしちゃダメなの。あー、問題は。カタカナを漢字にしろ。カタカナを漢字にしろ。いや、ひょな、ミスったよ。先生側のミスかと思ってた。間違いやすいな。めっちゃ先生やばい、優しい。中学生が出した時の先生。めっちゃ優しい、優しい先生。めっちゃ怒られる準備してた。その髪の毛の髪。正解、正解。影吉。住んだのめっちゃ近い。いや、なんか僕一文字。ちょっと書いてみるよ。いや、なんか。ゲッ、あ、僕。うわ、暇があってもほんまに、すごい体勢。ケビーシー、ケビーシー、ケビーシー、ちょっと書いてみる。どうでしたか。はいはい、せーの。はい、わかんないです、すいません。ぽいこと書いてる。はい、お前ふざけてた。いや、これはふざけてる。意味せよ。意味せよ。何これ。だから、ハゲてる石のことやな。てか、自慢でしかない。聞いてた、クビユシのかな。あー、なんか近そう、近そう。いや、なんかな、一文字違そう。すげえな。やるじゃねえか。ありがとうございます。ちなみに影石もそのケビ石も律令で定められた正式な官職ではない。両家の官。正解。両家の官。何何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 何影石とケビ石はまあ似たようなもんなんだが、国士とかの姿勢を暴くのが影石、うん、町の、まあ、風俗とかその辺取り締まってるのが影石。なるほど。警察両家の官はそれをまとめてそういうってことですか。律令で定められていた官職がある。人事官とか、うん、大丈夫官とか、それ以外の後から出てきたやつを両家の官、律令の律令の領の外の官ってことか。そう、なるほどなるほど。その律令がまあ、大きく分けた大砲律令を指示先生。指示めっちゃ綺麗。綺麗これ律と令意味わかる。うわ、あ、じゃあこれはじゃあ第7問。ああ、7問。はい、律とは令と。いや、ちょっと何言うんだよ。これはでも正解してやるんですよ。だから緊張、マジでよ、間違えちゃいけないんですけど、僕はね、これがね、すごい受験生の頃の二択で混同してて。はい、せーの、はい、法律、命令、僕は立法、行政、刑法と民法、どっち。審議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 。あ、これでか、あの、キャッピーの答えじゃないね。ちなみにどこで審議のポイントなんですか。ここ。でも、いや、一番近いかもしれない。逆に簡単に言うと、律はやってはいけないこと、で、行はやらなきゃいけないこと。へぇー、そうなんや。
そういう意味ではちょっと近い。確かに、なるほどね。なんなら正解まである。なんなら正解まであるんじゃねこれ。じゃあ1ポイントよっしゃー。おお、まだ逆転の余地はある。ありがとうございます。ありがとうございます。英語だ。うわあ、来た。この問題3択。3択。三択問題ですけど。そっちありがとうございます。内容調整。内容調整。内容調整。いや、マジの文法問題。マジの文法問題や。はい、よーい、ドン。これ、あれっす。これ多分これなんだよ。覚えてるの難しいな。執念と。これしかも、受験生めっちゃ間違える問題。これは、めっちゃ間違える問題。総計でそうだね。内容。めっちゃ間違える問題な気がするんだけど、これ。さあ、一斉に。オープン。せーの、はい、1、2、1。正解は1。うわー、何かい。やめてたな。これは何て1を説明できるか。これは層が視覚同士、感覚同士なんで、この時の保護に来るものは原型不停止を取る。原型不停止。全く持ってそう。いや、すごいな。いや、もうね、今日はリカさん、もう一個すげえな。ヒヤヒヤぼっちぼっちぼっち近く同士。この後は原型不定詞の形を取る。それ以外もメイクとか刺激同士も同じ。うん、あれすごいよく分かってんじゃない。それはこれって生徒が窓を壊してるのを見た。そういうこと。そういうこと。生徒が O が C してるのを見た。あー、まっ、ちなみにここにブレイキング進行形の形があったらそれはそれに、うん、ただ意味が変わってる。違い分かるか。壊している最中を見たか、壊した脳を見たかって瞬間なのか、幅広いのかね。全く持ってその通りだ。今のところ、エタルコシャルボタン候補じゃない。お客様のそのルールを教えてもらって。2番、英語やらずつ聞いて。前意味的に言うと、もうそろそろお前どれがしてもいいことになるわ。なるほど。あ、そう書くんか。なるほど。頼むぜ、インテリエ。あ、なんて書いてるんですかね。何がした。うらうら。これ、圧倒的仮説さで出てる。今日家じゃねえだろ。そうなんですよ。今日あいつには謝りたかったんだよ。ちょっと怒ってましたよね。ドッキリと分からずに。ね、ドッキリと分からなかったっすね。途中からすげえ、なんかとスタートしてあげてくださいすげえ。じゃあ一斉にオープン。せーの、オープン。1、2、2な、2って、2な気がするけど。正解は2。おっしゃなんで2にした。待って、なんで俺今思い出したんだ。これはなんで2なんだ。あれ、なんでじゃないですか。その通り。あ、そういうこと。家庭保健体ってのは今思い出した。あー、そういうことか。これ覚えた方がいい。アズイフとかな。アズイフ、うん、それは知ってるぞ。これセットが覚えた方がいい。まるで何かに頼むの。ウッドラだってな。ちょっとやばい、難易度がなかなか問題難しい。ちょっと問題レベルを落として和訳問題。わーい、和訳問題。レベルが間違った。じゃん、He enjoyed the fireworks even though it's already autumn. 日本語訳。てかよく覚えてますね、本当に。日本語。氷山に立つってそういうことだろ。おっしゃる通りです。すごい。先生ヤンキーやってたんですね。ヤンキーと勉強両立して。先生。天才だ。ヤンキーやってたの。教師だったら俺もないですか。じゃあ一人ずつ行こうか。まずは暫定1位。スン。いきます。はい、もうすでに秋だというのに彼は花火で遊んだ。続いて花尾くん。はい、彼はたとえすでに秋だろうと花火を楽しんだ。じゃあ最後。はい、もうすでに秋になっているけれど彼は花火を楽しんでいた。5点4点4点。はい、おお、3点。ああ、おっ、でかい。日本語になってるかどうかも大事だよね。おっしゃる通りです。すでに秋だというのに彼は花火を楽しむ。バカじゃねえの。いやいや、まあ寒いだろ秋って。いや、ほんま15度ぐらい。
そうだよ。15度。15度。15度で花火見るやついんのかよ。そういうことか。花火見るんだよ。そういうことか。あ、だからこの問題なんか。英語の上とでかめでかいな。絶対いいから。てか単語のレベル急激に上がってるんですよ。それだ。急激に上がるんですよ。最初の問題。10点問題これ。これ結構むずくないっすか。本当の場所。何？水槽も大事だぞ。いや間違いない。間違いない。塾の先生。塾の先生を話してる。俺が昔やってたわ。わからない単語をカタカナでそのまま書く。外国語が多いだろ。何でも何でも英語を日本語にそのまま持っていく。これをやって、あくまでこれは外来語ですよっていう顔して書くんだよ。あくまでもこれは外来語ですよって顔して書く。やるから俺たち昨日本当の場所をしたよなみたいな。例えばそういうことです。先生本当の場所だよね。実験だ。そういうこと、そういうこと。円だから言うこと。はい、私はエクアドルについて調べた。それは女性からの評価がコントロバーチャルになった。いやーやっぱでも V 組来たからよかったかな。こんなイメージはスモン3点。スモン3点。おー、なるほど。花尾くん、はい、でね、私はエクアドルについて研究した。それは女性差別についての論争を研究したものだ。うーん、8点。おー、やった。はい、僕は私は女性差別に反対しているエクアドルについて調べた。ああ、8点。おお、ちょっと待って、今のところもう、これあれやん、なんとかいけやん。あ、そのぐらいいけやん。女性差別。なるほど。セミナーシャーを検出して覚えるよ。コントラバーシャー。バーシャー。マジ、間違いやすいんだけど、アクセントが覚えない。コントラバーシャー。コントラバーシャー。これは、物議を醸すとか議論の余地があるという。議論の余地がある。なるほど。で、さっきから言ったな、これなんだ。こんばんは。あれ、何年の非制限法。その通り。非制限法っていうのはエクアドルで一つしかないんだよな。ここは、なんか俺は例えば、The country とかだったら、就職するためにこの国はどういう国ですかっていうのを限定するのが限定法、関係証言。そうじゃない、エクアドルは一つしかない。だから限定する必要がない。これは一旦分を取って、本番に実践すればというふうになる。別にそしてそれらは分にしたときに反映しなくてもいい。はい、実はすごい。私はエクアドルを研究した。その国は女性差別において物議を醸している。最高じゃないですか。ありがとうございます。最高。運命の得点発表。最後の問題ちょっと拝見出ます。最後の問題拝見出ませんか。間違い。卒業生は発表するよ。はい、今日この学校を卒業できるのはただ一人。
超える。一回で10個全部書いていいですか。覚えてますか。ベルジュンパスタン1級絶対知らん単語や。絶対知らん単語。まあ、もし本当にやるんだったら行くから来てくれるんすか。行くよ。じゃあ僕やります。そうだったら本当に早すぎない。本当に配役は補欠合格者。あ、僕と友達立ち入った。試験官だよ。じゃあな、また来る。あ、お疲れ様です。